rato. Oh, おめでとうございます。ありがとうございます。どこと今日こそ緑週間と昨日は大富豪、あ、こちらこそありがとうございます。今日もお疲れ様。めっちゃ疲れてんな今日。なんか普通に鼻かゆ。こんばんは。ねえ、金曜日好きじゃないんですよ。なお疲れありがとうございます。夜ご飯はうどん食べました。花束ありがとうございます。すっぴんだよ。なんかめっちゃ飲んでよって言われてんの。あ、そういうこと。金曜日が嫌なの。え、めちゃめちゃ疲れるんですよ金曜日って。ハートたくさんありがとうございます。え、それな。眠そうじゃね、私の目。なんか今日多分ね、コンタクト右左逆つけてんのかなってぐらいね、目がおかしい。ハートありがとうございます。えなに会いたいのに、えなにの件がないということ。あー、そういうことに、そういうことに、だってそういうことね。ハートありがとうございます。あれだよね、お話し会だよね。31と1日ですよね。色素なさすぎて、くそ。うわー、リップケースどっかに置いてきちゃった。で、周りが映るかな。いや、音符ありがとうございます。いや違うの、左右違うのは私の度数が違うだけ。剣探さないと。探してください。お話ししましょう。 I love you。 本当？エナの剣ある？試しに来てよ。かいかい。忙しくて愛知県まで行けません。そうだよね、そんな。うわあ、赤堀なかったらごめん。いいよ、ハートありがとうございます。私は元気だよって言っとく。え、めっちゃ痛い。こんなんできた。君ちゃん、いや覚えてますよ、さすがに。みんな剣探してね。ハートありがとうございます。どういうこと、またって。なんか私またって言った。あー、口内炎ね。うん、わかんない、噛んだかもしれない。いや、めっちゃ目乾いた今ので。そっか、収穫して初めて会うのか今回。
関東からの名古屋はまだ怖いのね。だよね、えのも怖いもん。全然無理しないでください。会いたいって思った時に会いに来てくれれば全然嬉しいですね。生そんなね、リスクをさ背負ってっていうかさ、なんていうの、別に全然会いに来てくれるのは嬉しいけど、なんかちょっとなんていうの、まだ怖いなって思ってる方は全然なんていうの、なんていうの、言葉が出てこない。なんて言えばいいんだろうね、なんか難しい。今回はね、会える時まで待ってもらえるのもありかなってえのは思う。そうだよ、昇格おめでとうとは言えますね。初めてだから。なんか一つ言うね、無理だけはしてこないでねって。ただそれだけ。えでも会えるのはめっちゃ嬉しいから、会いに来てくれるのは嬉しいし、みんなと話せるのも嬉しいけど、なんかちょっとでも今日はきついなって思ったら、そう、今回は断念しますって言った方がいいなって思う。初春シングルで握手券取ります。ありがとうございます。 I love you、 ありがとうございます。なんかね、こういう時期だからね、判断つけにくいよね。そうだね、自分のためにもみんなのためにも気をつけましょうっていうことだけ言っとくね。そうだよ、みんなも体調管理しっかりしてね。寒いし、明日めちゃめちゃ寒いらしいよ。16度らしいよ。えなが見たニュースだったね。こんばんは。応援して初めての、ああ東海いいねー。ね、今日も寒かったよね。まあまあ気をつけてください。そう、今日はノートルーズリーフを買いに行ったから外に出た。えのも気をつけます。えのも最近ずっと長袖のパジャマ着てるよ、ずっと。ティ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 、え全然モコモコは着てない、めっちゃ薄いやつだけど。ハートありがとうございます。ね、朝めっちゃ寒いよね、びっくりする。一旦仕事に戻る、頑張れー。ゆきさんの話しに行こうかな。嬉しい、会いに来てください。握手会ではちゃんとエアのメイクした姿が見れます。あ、みっちゃんと付き合っていい？私、みっちゃん彼氏にしていい？
じゃあみーちゃんと付き合います。2メートルは2歩と 半歩って感じ。かわいい、ありがとうございます。なんか普通に歩いたお幅が確か1メートルだから、だからなんか物を置いて1歩2歩で半歩歩いたら 2.5 メートル確かね。でも 2.5 メートルって絶対近いと思う。えなはわかんない、どうなるかわかんないけど、でしょ、マジえな天才じゃない。2歩と半歩だと確か 2.5 メートル。え、そうだよ、絶対結構近いよ。わかんない、声はどうなんだろうね、どういう感じなんだろうね。画面閉じてんのかわかんないけど、画面閉じてんのかな。え、だってさ、4メートルだっけ前回、6メートルだっけ、4メートルだっけ。なんかさ、いろいろありすぎて忘れちゃう。4メートルかな。だからそれの半分とちょっとちょいってなったぐらいでしょ。だから絶対近いよ。いた何の服着よう、マジ何も決めてない。だいたい家の天井が 2m40 だから、そうだよ、だから天井に向かって喋りかければそこに顔があるって思えばいい。今回マイクなしで直接、え、いけるかな、あそんな声でかくないからいけないかもしれない。え、そう、エナの声の特徴ってマジで大声出してもめっちゃあれなんですよ、声通らんですよ。頑張って声出しても通らんらしい。ピン、エナの件結構あったんだが会いに来てくれるんですか。それは会いに来てくれるってことですか。引っ返したらごめん、全然いいよ。なんか前回もね、めちゃめちゃね、えっていう会話をした思いがある。15枚ある、お話ししましょう。迷い中、多分行く、多分行くらしい。やったね、ジジイ、ありがとうございます。みんなありがとう、ありがとうございました。ということで15分経ったので今日は終わりたいと思います。本日はみんなありがとうございます。ちょっとだけでごめんね、またお話ししましょう。それではバイバーイ、またねー。